の形をね今撮ってるんだけれども、各そのセンサーの距離を測ることで、それの数値ここに入れるとちゃんと木の断面のですね形状をね書いてくれるんですよ。はいはい、音の速さの違いで中がどのくらい腐ってるかを解析しなきゃいけないから、距離がちゃんとしてないと速さが出ないじゃないですか。叩いたところから向こう側の釘に音が到達する時間を計測して速さを割り出してるから、ちゃんと距離が取れてないとできないんですよね。ということで大事な作業。あ、これもひどい。うわー、ひどいよ。キスって結構腐ってしまうもんなんですか？あ、基本的には腐っていきますね。永遠に残らない、朽ちていく。その腐朽菌がこれ分解してってる状態なんで、山の中とかだったらね、木を腐らせてくれるキノコはありがたいんですけれども、こういう街の中だとこうやって中身腐っちゃうと倒れやすくなって危ないから、それで対処しないといけないんですよね。はい、形成層っていうのは樹皮のすぐ内側だから、そこだけで用水分をやり取りしてますから、樹木はそこ皮さえちゃんと残ってれば生理的には成長していけるんですよ。でも球菌が内部の木部を分解しちゃったりしだしたら、ぐちゃぐちゃになったりスカスカになったりしていくから、そうしたら危ないんですよね。単木にこだわるんじゃなくて、並木としてどうなのかっていうのをやっぱり考えないとですね、そしたら植え替えていって並木を存続させていかないと。木はやっぱここすごく悪くなっちゃったらもう危険だし、どうしてもそういうのは植え替える時期っていうのはあると思うので、そうちゃんと更新させてって長く次の100年持つようにちゃんとするとかね、そういう風にしないと。結構あれですね、見た目が分からないから難しそうです、話すんだけど。そうだから、まあこれで 見ればね分かるじゃないですか。でどの順番でやろうとか計画が立てられるから、それがすごくいいと思います。やっぱりより広くキノコと知ってもらうような、まあ我々は中間にいるような感じですよね。樹木医は今全国に、ね、2900人ぐらいいるんですけれども、魅力もちろんね、木が弱ってたやつが元気になるとやっぱりよっしゃーって気持ちに、ね、なりますしね。まああまり人がね気づいてないことに気づけてるっていうのは楽しいですよね。だってみんな木を見てもこれがどういう状態なのかわからないんでしょ。私たちは見たらわかるから、そうするとこう人が見えてないものが見えてるわけですよね。いろんなことが見えてるってことはやっぱり世界が色鮮やかになるっていうか、広がるし奥行きが出て、よりなんかまさになんか豊かな世界をこうに暮らせることになると思うけどね。まあそれをまあ体感できる一つの職業かなと思いますけどもね。